1968年、ロバート・ホーマン・クォク博士は中華料理店での食事の後、体調を崩しました。彼は自分の症状を詳しく説明したレターを権威ある医学雑誌に投稿し、自分の不調はグルタミン酸ナトリウムを摂取したことに起因するか考察しました。別名 MSG と呼ばれるものです。頭痛と米国で中華料理によく使われるこの調味料との関連付けは単にクォクの直感に過ぎないものでした。しかし彼のレターは全世界で MSG の扱いを劇的に変え、国際的なパニックや偏った科学、そして戦場的な報道がその後40年間も引き起こされました。ではこの謎めいた調味料は何なのでしょうか。どんな由来のもので実際に体に悪いものなのでしょうか。 MSG は2つの単純な分子が合成されたものです。ナトリウム、これが私たちの食事に不可欠なことは紛れもありません。そしてグルタミン酸、これはとても一般的なアミノ酸で、多くの植物性タンパク質や動物性タンパク質に含まれます。グルタミン酸は私たちの消化や筋機能、そして免疫機能において重要な働きをします。クォク博士のレターが発表された頃、それは脳内の重要な化学物質であることが分かっていました。私たちの体はこれらのすべての過程に十分なグルタミン酸を作り出しますが、この分子は私たちの食物にも存在しています。その特徴のある風味豊かな味をマッシュルームやチーズ、トマトやだし汁などの食べ物に感じることができるのです。このコクのある味を追い求めたことが1908年に MSG の発明をもたらしました。池田菊苗という日本人科学者は、あるユニークな味を作り出す分子を分離しようと試みており、その味をうまみと呼びました。美味しく風味豊かな味という意味です。現代ではうまみは食品科学で5つの基本味の1つとして認められています。それぞれの基本味は固有の分子メカニズムにより作り出され、他の基本味を組み合わせても再現できません。うまみの場合、味認識のメカニズムはある種の食物を調理したり発酵させたりした時にタンパク質が分解してグルタミン酸などのアミノ酸が放出されて生じます。しかし池田はこの化学反応を起こすうまい近道を発見しました。麺のだし汁から大量のグルタミン酸を分離し、ナトリウムなどの他の調味料と結合させることで、どんな料理でも立ちどころにうまみを引き出す調味料を作り出したのです。これは大成功を収めました。1930年代にはほとんどのアジア諸国で MSG は台所の常備品となり、そして20世紀半ばには世界中で食品の製造に使われるようになりました。クォク博士の手紙が公開されると、すぐに怒りの声が上がったのであった。研究者と市民は普及しているこの添加物に関する科学的調査を要求しました。ある意味これは理不尽な要求ではなかった。この物質は毒性試験を受けておらず、健康への影響についてはほとんど分かっていなかったのです。しかし多くの人々は食品安全規制の不備ではなく、むしろそのレターのタイトルである中華料理店症候群に反応していました。 MSG は非常に多くの料理に広く使われていましたが、アジアの食習慣に対して多くのアメリカ人は長く偏見を持ち続け、それらを奇妙もしくは危険なものと決めつけました。これらのレッテルは人種的に偏った報道を煽り、中華料理店で食事をすると具合が悪くなるという不安を広めました。このような偏見に満ちた報道は MSG とうまみに関する多くの研究にも広がり、決め手に欠ける研究に対しても断定的な見出しが使われました。例えば1969年のある研究では、マウスに MSG を注射すると網膜と脳に深刻なダメージを与えることが発見されました。それをいくつかの報道機関は MSG の摂取で脳障害を起こすと短絡的な記事にしたのです。同様にある研究では、過剰なグルタミン酸がアルツハイマー病のような問題を引き起こす可能性が報告されましたが、後に体内グルタミン酸の不均衡によるものであり、摂取した MSG とは関係ないことが明らかになりました。これらの見出しは記者の偏見だけが生み出したものではなかったのです。60年代後期と70年代初期にわたり、多くの医者も中華料理店症候群を本当の病気と考えていたのです。幸いにも現代の MSG の研究者からは、この添加物に対する差別的な観点は払拭されています。最近の研究では、私たちの代謝におけるグルタミン酸の重要な役割が確認され、MSG が添加脂肪やナトリウムの健康的な代替品になるとさえ考える研究者もいます。
一方、習慣的な MSG の摂取が肥満に関与しているかどうかも研究されており、MSG を過剰に摂取すると、一部の人において頭痛や胸痛もしくは動悸を生じる可能性も確認されています。しかし、ほとんどの人にとって食事の際にこの美味しい調味料を適量に摂取することは、人生を少しだけ味わい深くする安全な方法のようです。歴史は人の食べ物をどのように形作っているのでしょうか。この動画では、何世紀もの歴史を持つ紅茶の伝統と、それが世界にどう伝わったかを掘り下げます。あるいは、この動画でメソアメリカの古代の起源からチョコレートの興味深い歴史をたどってみるのはいかがですか？